ハンセーリー・ヒノサックはドイツの小説家。ハンブルク大空襲の体験をはじめ、社会的、神話的な主題の作品を多く書いた。ハンブルク生まれ。父は南アメリカで財を成した貿易商、母は名家、クレーン家,家出身という裕福な環境に育つ。7歳の時にスケートで怪我をし、歩行に不自由をきたすようになる。少年時代は、 父の蔵書にあったフリードリヒ・ヘッペルの日記を愛読し、16歳の時にヨハン・アウグスト・ストリンドベリに圧倒され、文学を志す。1918年にギムナジウムを卒業、イエーナ大学法学部入学、言語学と法律学を学ぶ。学生結社、コア・テューリンギア・イエーナに加入するが、決闘で法に傷を作ったことを機会に、ブルジョワ階級の飲酒を拒否し、 父からの仕送りも断って、ガラス工場の工員として働き始める。インフレ社会の中で1923年に結婚、また共産党にも入党し、革命運動にも参加した。また、ロシア革命を題材にした戯曲、イルニンなど文学作品の執筆を行う。1929年には、父の会社でブラジルに赴くが数ヶ月で帰国し、 翌年共産党に再入党。1933年にナチス政権が生まれ、のサックは執筆停止処分とされ、警察による家宅捜索も受ける。これをきっかけに、父の貿易会社に入り、次第に養殖に就くようになりながら、ノイエルント社牛弟子の発表を行う。空襲後のハンブルク1943年7月、休暇でハンブルク近くの村にいた間に、 ハンブルクの大空襲が起き、書き溜めていた原稿や日記が消失。この中で、空襲の体験を描いたルポルタージュ風の作品、滅亡執筆。この作品で自信を得て、戦後、人間についての火星人の報告などの短編を、地方新聞に発表。1947年、死者へのた向け、1948年に短編集、死神とのインタビューを出版。 この2冊が、ジャンポール・サルトル主催の雑誌、レ・タン・モデルヌで認められ、フランスでの評価を高める。またドイツ敗戦後の廃墟の文学の作品として評価され、1950年代から作家専業となって、長編、遅くても11月には、弟などを発表。遅くても11月には、で1957年ドイツ工業連合文化賞、受賞。 1961年に、ゲオルク・ビューヒナー賞を受賞。1956年に、アウクスブルクに近いアイシュテッテンに移る。60年代には、わかっているは、ダルテスの場合などを発表。1963年に、ダルムシュタット。1965年から、フランクフルト・アムマインに住む。1975年に、最後の作品、幸福な人間を発表。 1976年に75歳の誕生日を祝って代表的な散文や手紙、詩を集めた文集、このうちなる他者が刊行された。ハンブルクにて没。ありがとうございます。